やっちゃうよ。大丈夫です。そうで、今日もやっていくんですけど、今日はね、キョスケスケラをやっていきたいと思います。久しぶりのね、ペッカ以外の動画になるんですけどね。今ね、このね、デッキ見覚えある人いるかもしれないんですけど、クララリーグで、キックスっていうね、無敗のめちゃ強チームがいたんですけどね。もうなんかレジェンドってか、まあ、あれ、まあね、伝説のチームみたいな感じのね、あるんですけど、まあ、そのチームをね、一人のプレイヤーが倒した、デッキということで、このデッキがね、結構流行っています、今。はい。なんで、まあ、トレンドですね。ってことで、使っていきたいと思います。いきましょう。はい、なんですけど、昨日出した動画が、聞いてください、マジで。なんか、ペッカバルーン出したんですよ、昨日。そしたら、なんか YouTube のバグで、たまに動画が止まるバグがあるんですね。はい。でそれに、ちょっと俺のペッカバルーンがやられてしまって、それで、もう、しゃーなしやなと思って、2回目アップしたんですよ。そしたら、また止まってるってなって、と思って、3回目アップして、また止まってるってなったから、そうなんか、ちょっと、それで、昨日のね、もう無理だと思って、昨日無理だから、明日、また昼動画出します、つって、さっきね、動画出したら、また止まってるっつって、なんでってなったんですよ、俺は。そうで、結局もうそれで、もう無理っぽいのでね、今日のね、夜中にもう一度あげます。夜中にもう一度あげるんですけど、ボツですね、多分、おそらく。はい。なんかもう、夜中にあげるんですけど、ちょっとね、多分無理だな。もう動画自体がやられちゃってる説があるんで、もうね、ボツですね。悲しみの。悲しい、俺は。結構ね、いい感じだったんでね、それなだけに、マジ辛いっすね、本当に。なんですけどね。まあ、しゃーなしっすね。そればっかりは。しゃーなしではないけどね。しゃーなしではないですけどねって感じで、ちょっとね。まあ、とりあえずポイズン打ってって感じですね。で、相手は、ゴブゴヤナイトスケラみたいな感じで、まあ、ゴブゴヤにポイズンを足して、まあ、スケラでね、ちょっとね、スケラを通しちゃおうかな、みたいな。そういう魂胆が見え見えのデッキになっております。とりあえず、ケストリトン。で、ワンチャン逆性ベビースケラとかもあるので、構えつつ、シェイという感じで、こうベビーを出していき、相手は多分フリーズじゃなくてポイズンだと思うんでね、さすがに。なんで、ここら辺マスケ出してあげて、ちゃんとね、空マウント取っていきます。これはいけそうですね。で、これで逆にスケラを、よいしょ、打っていき、こうやってね、ポイズン打たせる。で、スケラにポイズン打たせると、マスケとかにね、次、打つポイズンがなくなるので、こっちがね、ちょっと有利になるんですよ。だから基本的にスケラっていうのはユニットで守りたいですね。俺も逆にこれ、相手のね、スケラに対して防衛ポイズン打っちゃうと、こういうゴボウリがね、無限に生きて、いやらしい感じになっちゃうんですよね。はい。で、こういう時にポイズン打ちたいと。打って、で、こういう時にもマスケをやりたいと。で、こういう時に、相手はね、ポイズン打てない。なんと。あ、結構いい防衛された。やばい。それやめろ。よいしょ。いや、いい防衛。うまくない俺。やばくない？ちょっと。やりすぎじゃない？大丈夫？結構うまいかったな、今の。で、ここにポイズン打つと。これスキャラ打っちゃいます、もう。大体は、ここね、今マスクやったらね、さっきみたいにね、ちょっと延命されちゃうので、当たらないなぁ、ここ。よいしょ。まあ、そんな感じで、キョスキョスケで足前来たら、またね、トリトンで寄せてあげて、よいしょ。さよならって感じで、オッケー。このトリトンが無限に、ちょ、嫌がらせをしてくれるんでね。で、はい。で、これで、スケラを打ち、ポイズンですね。よいしょ。で、どうせね、もうどうせポイズン打たれるから、相手の陣地に入んなくてもね、スケラ打っちゃっていいですね。で、はい、ここで、よいしょ。で、もう一回、ケツキョスケ。で、相手はこれに対してベビドラを出さなきゃいけないんですね。はい。で、オッケー、いいよ。すごい流れ。で、相手はこのターンもうエリアで俺に取られすぎて、スケラが打てないっていう状態になってるんで、もう一回マスケを展開していき、よいしょ、いいよ、もう勝ちまでありますね、これは。
よいしょー、ポイズン、いいポイズンを毎ターン打っています。でこれで相手はどん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 ね、いい感じですね。これで次のターンスケラ打って終わりですね。てな感じで、相手はね、俺今回一回も、ポイズンをね防衛に使ってないんですよ。で相手は何回も何回もねポイズン防衛で使っていたので、そういうところでねこのマスケが生きたりだとか、ベビドラがね、あのこっちのベビドラが生きたり、あと相手がねスケラの防衛でカウンターできなかったりとかね、まあそういうところで差が出たんじゃないかなと思います。はい、ありがとうございます。 Thank you です。はい、という感じでね、どんどん行きましょう。どんどん、本当はね俺グラチャレでやりたいんですけどね、まだグラチャレが0勝なんですよね。はい、なんでシャアなしでマルチャーですね。とりあえずこの初手渋いっすね。相手の行動待ちたいかな。で OKOK、 俺クロスっぽいなーってなると、もうクロスには橋前京介ドーンと言っちゃっていいっすね。もう爆破でクロスを壊す感じで、でこれにトリトニア出して、よいしょーって感じで、もうこれで暴れてもらいます。全然暴れてくんなそう、見た感じ。大丈夫かな、暴れる本当に。はい、でこれで、あ、テスラ使ったからスケラ打ちたいってなる人いると思うんですけど、甘い。ここはねケツベビスケラなんですね。なぜならアイゴレで、ベビドラ防衛されてからの、あの後ろ目のアーチャーでね、あのそうしばかれちゃうんで、ここはねスケラ打ってポイズニアですね。よいしょ、でこうしてあげるとスケラがねバッシンバッシンに入るんで、え、全然入んない、アホみたいに入んなかったんですけど今。やば。でしかもこれカウンター受けるっていう。よいしょ。でここをなぜ今タゲをタワーに取らせてからクロスやったかっていうと、マスケってやっぱ単体で出すと脆いんで、これ今1200ダメージ抑えられたんですけど、あのマスケをね縦にあのクロス出してたらウッド打たれるだけでマスケがねクロスのダメージとウッドで溶けちゃうんですよ。そうだから、そうなるとプラストリトンとか出しても、そこをね今ナイトとかで延命されたらもうタワー折れちゃうんですよね。はい、折れちゃうんですよ。なんでね、ここは折られてる、一回攻められてるサイドから行きますね。言うてね、この差400なんで変わらんすねって感じで、とりあえずテスラから展開かめんどくさいな。でも相手これね、ベビドラアーチャーとテスラいなかったらベビドラが止まるカードがないので、ゴスケラ打っちゃいたいと思います。ティンティリティンティリティーンって感じで打っていき、はいはい、でこれ2周目アーチャーぐらいかな。まあ、そういう時もありますねと、お客さんという感じで、オッケーで、ベビドラを出してあげーの、よいしょ、ポイズン、俺が打ちたかったのはこれで、これで削り&まあ防衛ですね。でも来ちゃうんでね、起きちゃった。いや、なんで出してんのに。まあ、じゃあ防衛スケラ打ってあげて、おっとという感じで、まあグッドゲームですね。お礼も言っていきましょう、ちゃんと。はい、って感じで、いいですね。結構強いですね。やっぱりバランスが取れてるデッキですね。見た感じ、いや、これなんでやこれって感じなんですけど、俺もね、リーグでね、トチロバッツ選手でしたっけが、キックスを倒したときに、いや、そんできないやってなったんですけど、早い。焦りすぎな。B 型だな、さては。って感じなんですけど、強いですね、やっぱ使ってみると。はい。で、ベビドーラ出して、あー、待ってもよかったな、言っても。マスケも見えてない。キョスケじゃないや、俺だわ、キョスケ持ってたの。ネクロですね、相手。でも大体ネクロとあのキョスケはセットみたいなのがあるんで、いやー、めんどくさいな、ほんとに。よいしょ。おー、めっちゃこれね、絶対あの3襟で飛ばした穴掘りなんでね、皆さん騙されないでください、これ。絶対3襟で飛ばしたやんっていう穴掘りをね、たまに投げてくる。で、このアーチャーも3襟。もう俺には分かっちゃうからね。俺じゃなきゃ見逃しちゃうねって感じなんで。
まあ、とりあえずこれは防衛してくるであろうなんで、ここら辺でもアドがねガッシンガッシンに取れてるんで、してこなかった。よいしょ。してきたらめっちゃアドすごかったんですけどね、まあ、この時点でも多分2、3アドぐらい取れてるはず。はい、取れてますね。知ってっからもう撃っちゃうからね。ディンディリディンディリディーン。エイムがいい、エイムがめちゃくちゃいい。ってことは5アドぐらい取れていた。さては、うん、はい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 、バッシバシに入っていきます。これすかさずポイズン。はい、って感じで取りまして、いいですね。でこれ相手俺がポイズン切ったので、あのね、あれなんですよ、ケツネクロかケツアーチャーをしてくると思うんですね。なんでそれに対してもう一度キョスケを合わせると。まあジャイとかキョスケの使い方わからないよって人はね、あのちょっといるかもしれないですけど、まあペッカとかジャイとかにね結構似てますね、使い方は。あのとりあえずこの落ち着いたタイミングでケツキョスケをしてみたりだとか。よいしょ。うわ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 、いい、めちゃくちゃいいロケット打つこの人。トリトン知らない、さては。よいしょ。いや縦線が、ちび縦線がくっそいい仕事してる。よいしょ。ちょっとロケット打たれないようにね、離してね。でしかもこのキョスケくっそだるいからね、このキョスケ絶対。はい、ありがとうございます。生き残っちゃいました。はい、ジジイという感じで、そう、今みたいにミリ残りのキョスケは逆にベビドラを先行させてあげて、そのなんだろう、ベビドラに対して例えばメガゴとか当ててくるじゃないですか。でそういうやつをミリ残りのキョスケで処理するっていう作戦もあります。なのでね、ミリ残りまで半分ぐらいキョスケ残ってたら、そいつを縦にね、キョスケは一番前からの後ろにベビドラつけてスケラでいいんですけど、今みたいにねミリ残りしてたら、ベビドラをね縦にしてあげるのもありなんじゃないかなと思います。ということで、ね、今日やってったんですけど、まあこのデッキ、まあ、ウルトラレアが、まあ、トリトンとスケラということで、まあ、若干だけ、若干でもトリトンね、聞いてください。これね、あんまレベル関係ないんですよ。っていうのも、やっぱり、カンストとレベル、なんだろう、そのカンストよりね、カンストが13じゃないですか。で、カンストとレベル11とかあったら、差があるんですけど、今ね、そのね、あれなんですよ、グロ1位取ってる人とかが、ツイートしたりして、トリトンだけレベル10とか、そうそうそう、もうレベル3つ足りてねえのに、なんか、その、なんだろう、グロ1取っちゃったみたいなツイートとかもしてて、だから、まあ、そいつらがうまいっていうのはね、もちろんあるんですけど、そのレベルに依存しないっていうのがありますね。トリトンは、そのなんか引っ張るのと、あのスロー効果がめちゃくちゃ強いので、なんか別にそのレベルが低くても、その効果はね、変わるわけじゃないんで、全然レベル低くても使えるカードだと思います。はい。なんでね、自分が使ってるパーティーの、そのノーマルカードとかよりもね、ちょっとレベル2個低いな、みたいな、思う人も全然使えるんでね、使っちゃってください。まあ、スケラもね、まあ、言うてみたいなとこあるんでね、はい。レベルが1個上がったから、まあ、ちょっとダメージ上がるけど、言うて低くても使えるんで、ね、まあ、そんな感じですね。って感じで、ぜひ使ってみてください。というわけで今日の辺で終わります。ね、バルーンのね、ペッカバルーンの動画がね、ちょっとね、多分死ぬんでね、もう1本動画をね、撮ってあげようかなと思っているのでね、まあ、そっちの方も、あと、夜中にね、夜中って言っても11時とか12時ぐらいかな、に、もう1回ね、ペッカバルーンの動画を公開して、それでダメだったらもう削除したんですけど、そんくらいにね、公開するので、もう一度もう俺のためにもう10秒だけでいい、10秒だけでいいんでね、ペッカバルーン見に来てください。お願いします。ということで今日の辺で終わります。お疲れ様でした。バイバイ。